はい、エジプト考古学者の河合です。今日どこにいるか皆さん分かりますか？すごいですよ。すごいところにいるってうちの大学なんですけどうちの大学ですが、ここです。ここ見えます？素粒子秘跡だよな、はい、読み取り室っていうところにいます。ここは通称これ F 県ですね。 F 県、ここに最近話題になったピラミッド内部の未知の空間を検出したあの原子核看板ってね、こうフィルムがあるんですけれど、まあ、そのフィルムをここを読み取るあのところということで、研究の中心となった森島さん、彼に出ていただいて研究室案内していただくことになっています。では早速行ってみましょう。靴脱ぐみたいですね、ここね。靴脱いで、よいしょ、トントントン。ニュートリアン可愛いですね、これね。すいません、失礼します。森島さん登場です今日はすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今気づいたんですけれど、はい、T シャツピラミッドのあれですね。そうです、これはピラミッド、火山、あと加速器、あと加速器ですね。すごいすごい、はい、もう今日見るね、あのフィルムってピラミッドにも使われるし火山にも使われるし、最近はこういう、これもあの、あ、そうですね、土手とかの堤防とかのやつですかね、はい、そうです。ここなんかにも使われるということで、ね、何でも使いますっていう、はい、それをちょっと今日見せていただこうかなと思って、ね、はい、これはあれです、あのいろんなスケールのものが見えるっていうことでマルチスケールミオイメージングっていう、まあ、いろいろ今いろんな人たちとやってますはい、はい、じゃあ今日は楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、どうぞ。はい、靴履いてください。はい、失礼します。じゃあ靴を履いて。おお。こっちですね。はい、こっちですね。こっち側です。はい、なんか水の音が聞こえるの。すごいですね。加湿器です。ああ。もうすでになんかいっぱいありますよ。これフィルムです。これ全部フィルムですね。これが全部あのエジプトのフィルムがほとんどですね。ちょっと後でまた詳しく説明聞きますけど、はい、エジプトのフィルムですよ。ここにあるのもそうです。ああ、これもそうですか。あ、これもあの解析したやつですか。これは解析し終わったやつです。あ、解析し終わったやつ、はい、あ、もうこの解析の結果空間が分かったみたいな。そうですね、このどこかにそのクフ王のピラミッドのフィルムとその空間が見つけたフィルムがありますなんかそう聞くとすごいね、やっぱり。ここもそうですよね。おお。例えばこれだったら2019年にどこに置いたかっていうのでアルマムーンの通路ですね、これ。あ、アルマムーンね、DD は DD は、下降通路ですね。ああ、下降通路、ディセンディング。ちょっと D っていうのは別 の、 あのアルファベットで DA、DB、DC、DD があったんで、はい、D なんですけど、ディセンディングコリドー、ね、ああそうですよね、はい。でこの KR っていうのは、あのこれキングチェンバーの上の部分ですね。あ、重量軽減の、はい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 、はい、まあ、これ全部そうですね、ここら辺のやつ。おお、これですよ、これすごいですよね、はい、なんかいきなりコアの部分にいきなり入ってきた感がありますけれど、はい、じゃあちょっと早速、はい、あのもう何が何だかさっぱり分かりませんけれど、はい、ここで森島さんは通常その、はいはい、研究というか、ここがまず どういう部屋なんでしょうか。ここですか。ここはあの、はい、さっきあの見ていただきましたけど F 県っていう研究室で、 F 県、はい、はい、で、まあ、僕が今ミュー県っていうところにいるんですけど、ミュー県もともと F 県にいて、はい、で F 県って原子核看板のこの技術開発をずっとしてる研究室で、でそこであのいろいろ今まで原子炉とかあの測定とかピラミッド測定とかやってました。でその技術の中心が原子核看板っていうものなので、はい、そのフィルム自体をここで取り扱ったり、それを読み取り装置で読み取って分析したりしてます。ああ、なるほど、はい、ここはじゃああそこにも書いてましたけど史跡読み取り室みたいな、はい、そうですね、読み取るところなんですね。そう、基本そこ、そうです、この部屋で史跡を読み取る。ああ、ここなんか、そう、ここにあるのは、はい、ここにあるのはフィルムです。あの原子核看板を、まあ、ここで準備して、その準備したものを向こうで読み取るというそういう流れなので、ここまずそのフィルムをあのいろいろクリーニングしたりする場所になってます。もともと、もうすごい初歩的なあれなんですけど、はい、フィルムっていうのの説明をいただいていいですか。あ、はい、これフィルムですよね。これはフィルムです。ただこのフィルムの前の状態っていうのは、まあ、こういう状態なんですね。ああ、
これはあの原子核乾板っていうフィルムを、はい、あのアルミのパックの中に入れて、はい、光も当たらないようにしてると、はい、要するに写真フィルムと同じもので原子核乾板ってできてるのであの光が当たると観光しちゃうんですよね、うん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 、なのでこういうあのパッケージングをしてあの光にも当たらないし水とかにもあの触れても大丈夫なようにしてます。うーん、なるほど。これがフィルムですね、はいはい、このフィルムは名古屋大学が強いってよく言われますけどやっぱり名古屋大学でしか作れないの、はい、これはもう今そうですね。あの元々はあの、まあ、大手メーカーがフィルムを作ってたんですけどそれ今はもうできなくなってあのできないというか今そこをメインであのフィルムを製造してもらうことができなくなったのであの名古屋大学で今これを作るようにしてます。まあ、そういうふうになってるのでこの原子核乾板自体はもう他の研究機関であったり、まあ、費用で提供してもらうのは難しい状況です。もうお家芸ですね本当に、はい、なるほど。フィルムこれが使ってあの現像してこうなる。そうです。あ、読み取るのはこれなんですか。はい、読み取る対象はこれなんですよ。ただ中にこれの現像する前のものが入ってますね。なるほど。現像する前の状態見ますか。現像する前見たいですね。これ、ね、もう何でも見たいです。あ、開けていいんですか。開けていいですよ。これもう使わないやつなので。あ、本当ですか。これが、まあ、これ今パッケージの中に入ってて、はいはい、これを開けると中からフィルム出てきます。はい、なるほど。これでもあれですよね、はい、そのミューオンって、はい、もうこれも多分いろんなところで説明されてると思うんですけどここも通ってるんですよ、もうすでに。そうです、ミューオンが。そうです、はい、あのなのでこの中のフィルムは後で見てもらいますけど、はい、そのフィルムは常にミューオンを記録し続けてます。あ、なるほど。なのでもうこれ作ってこういう状態にして、はい、あ、もともと作るのはこれ光に当たるとダメなので暗室の中で作るんですけど、はい、暗室で作ったらこういうそのアルミのパッケージの中に入れて外に持ち出します、はい。なのでもう作った瞬間から持ち出してでこれ使うまでの間ずっと宇宙船を記録し続けるんですよね。手作りされてるんですか。これは、あ、そうです。この、 あの入材自体も大学で作りますしさらにそれをこの板状にするそれ塗布っていうんですけど、塗布するところも大学で全部やってます。あ、すごいな。じゃあ開けてもらいます。いいですか。はい。じゃあ開けます。はい。これ普段は暗室でやります。普段は暗室でやります。じゃあ出します。こんな感じですね。おー、こんなんなんだ。こんな色なんです。へー、なんかクリーム色というか黄色というか、はい、こんなんなんですね。そうです。持っていいですか。いいですよ。こんなんでしょ。こんなん結構なんかしっかりしてる下敷きみたい、はい、これ、はい、なんか売れるんじゃないですか。ピラミッドを作った、うん、これだけで記念なんという発想みたいな。ピラミッドスキャンする何枚ぐらい。じゃあそれを準備されてる。これですか。これは、まあ、最初の頃はあの20枚ぐらいでやってたんですけどだん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 枚数増やしていってあの一番多かった時は400枚ぐらい用意してます。あ、すごいな。例えば地下の間とかにこのフィルムを置く時は地下の間ってピラミッドの中でもかなり深いんですよ、はい、で深くなる方がどん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 宇宙船のミューオンと減ってくるので、ね、面積必要になってきて、はいはい、地下の間と変える時は大面積。まあ、それぞれこういうのを書いておいて。そうですね、はい、あ、なるほど。なんか微妙にこう文様というかこの塗布するあれがあるんですね、うん、これ。あります。あ、 あとこれちょっと色変わってきたと思うんですけど、これ変わってますね、はい、光今緑っぽくなってる。裏黄色いですよ。おお、本当だ。え、なんでですか。これはもう光がどんどん当たってなんか、その原子核乾板のと反応というか銀ができてきて色が変わってきてます。ああ、なるほどなるほど、すごい。あ、本当だ。なんかいろいろもうすごい観光しやすいんですね。あ、めちゃくちゃしやすい。もうこれでダメです。だからもう全部光当たっちゃってるんで、もう現像したら真っ黒です。ああ、なるほど。こんなんです。緑、黄色、観光しやすい。写真フィルムなので、うん、ほんと当たったとこ全部黒くなるんですよ。はいはいはい。なので同じ原理でミオンが通ったところが黒くなるっていう。なるほどなるほどなるほど。え、じゃあここのところでとりあえず置いた後、はい、ピラミッドの中に設置して。現像をして、そうですね。ってことですかね。はい。はい、
だこれも今光に当たっちゃいましたけど、この状態で、はい、ピラミッドの中にこう並べていくわけですよね、はい、で並べてそれをしばらく置いておくと、そうすると宇宙船がどんどんここに入っていくんですよ、うん、でそれをあの一定期間、まあ、大体1ヶ月から3ヶ月ぐらい置いておいて、それをあの回収してエジプト の, あの今はカイロ大学でやってるんですけど、うん、カイロ大学の現像室で現像して、現像し終わるとこういう透明な状態になります。なるほど。なので元々これなんですよね、現像前がこれで現像するとこれになるっていうことです。もう何にも見えないですけどね。あ、そうですよね、だからこれ要するに光に当たっちゃったら全部黒くなっちゃって、はいはい、今みたいに色変わって観光しちゃうんですけど、はいはい、これは光に当てない状態で現像したのでこういう状態になってる。なるほどな。で、はい、さっきもね話してたんですけど、やっぱりずっとやってるんだったら、はい、飛行機に乗ってる時も、はい、飛行機帰る時も、うん、ずっとミューオンをやり続けてるんですね、はい、そうです、はい、でそこのところで、はい、あのピラミッドの中に入ってた時のミューオンだけを取り、うん、出すっていう方法について説明してもらったんですか、はい、そうですね、そこはあのこれ本当に今 言われたように、これ1枚だけだとあのずっとフィルムに宇宙船が記録されちゃうんで、まあ、いつなのかいつ記録されたのかわからないというのがまあ問題です。なのでそれに対してはこういうふうにフィルムを2枚用意して、2枚を使ってあのピラミッドの中の宇宙船だっていうのを認識します。で具体的にどうするかっていうと、これは1枚1枚それぞれはあの作ってからずっと宇宙船を記録し続けるのでいつ入ったかわからないんですけど、バンバンバンと、はい、この2枚を観測するときに直前にこう重ねます。ピタッと重ねると、で重ねてこう、まあ、置いておきます。そうするとあの2枚重なってる時はその宇宙船がこの2枚同じ場所を同じ方向から通り抜けていくと、うん、そういうものすごいアナログで分かりやすいですね、はい、そういう状態を作り出します。で終わったらあのピラミッドから出す前にこれ剥がすと、うーん、っていうことをする。なるほど。これはあの後から分析してあのそれぞれ2枚同じとこ通ったやつだけを選び出すことでその時の情報だけを抽出するっていうことをしてます。なるほど、すごいアナログだけど分かりやすい方法ですよね。あ、すごいな。でその後やって現像してこういう形で、そして読み取り開始ですか。そうです、あ、読み取り開始です。なんかその読み取り機器とかなんかそういうのとか、ね、はい、次は説明をいただいていいですか。はい、いいです、はい、ちなみにこれなんですけど、はい、あのこれあの現像した後でこのフィルムのあそこに持っていく前にこれは少し柔らかくしてあって、さっきとちょっと柔らかいと思うんですよね。え、触っていいんですか。いいです、はい、どうぞ。ああ本当だ、なんかさっき型の下敷きみたいだなと思ってましたけど、ね、はい、これあの中にグリセリンっていうものを入れててちょっと膨らませてるんですよ。おお。で膨らませてあの、はい、まあ、こういうあのなんていうか柔らかい、柔らかいというか、まあ、結果的に柔らかくなるんですけど、はい、ちょっと膨らました状態であのちょうどいい厚さにして読み取るっていうことをしてます。なので実はこの部屋の湿度っていうのは結構重要で、あの乾燥しきるとこれどん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 薄くなっちゃうんですよね。なのであのさっき水の音がしてるって言ったのは、はいはい、あの加湿器を動かしててそれで部屋の湿度をある程度保とうとしてるっていう。なんかすごいなんか職人のお家芸みたいなところがたくさんありましたね。、はい、ちなみにこれあれです、ここを見るとカフラーって書いてある。うわ、これカフラー。おお、これまだあれですか、解析してないですか。解析は、あ、これは今だからしようと思って今ちょっとあの、はい、しようとしてるところです。おお、カフラーですよ、カフラー、カフラーの原質のやつですよ、カフラーの原質、ここからなんか見つかるかもしれないっていうね。いや、すごいな。じゃあ、まあ、装置読み取る方いきます。はい、いきますか。装置すごいな。こっちがその読み取り装置です、はい、もう何が何だった、何だかって感じですね。すごいですね。うわうわうわ、これですね。いやー、もうこの冷やし感がファンがいいですね。これ1台なんですか、読み取るの。これは今この規模でこの速度で動くのは世界に1台しかないです。世界に1台、うん、すごいな、はい、え、その
振りだけしていただくんであればどうするんですか。そうですね、はい、これ今ちょっとメンテナンス中で、はい、今この瞬間動いてないんですけど、はい、さっきのフィルムをアクリルの板に貼り付けるんですね。あ、ここにあるこういう、あ、なるほど、これアクリルの板なんですけど、はい、こういう板を使ってちょっと一枚その雰囲気を出してみると、こういうアクリルの板にさっきのフィルムを貼り付けます。貼り付けます、はい、で貼り付けてそれをこう持っていって、ここですね、これがあれですね、心臓部入れます。はい、はい、こんな感じで入れます。おお。でここにフィルムが本当は乗ってると。はいはい。で今なんか青い光見えてると思うんですけど、見えてますね、これが下から照明で当ててる光で、この光がその青いところに集まってるので、あの青いところを中心に読み取るんですね。あー、なるほど。でこの上にあるこの金属の円柱みたいなの、これが対物レンズです。なるほど。これで光を集めるためのレンズ、はいはい、でこのレンズで光を集めるというか、このレンズを使ってこの青い部分だけを読み取る、それを、うん、センサーで読み取って画像化していくっていう、そういう装置ですね。これだけ大きな機械に なるのは何でなるんですか。あ、これ大きくなる理由は、まあ、一つはレンズが大きいんですよね。あ、なるほど。普通のレンズって多分直径1センチか2センチぐらいだと思うんですけど、これ直径が10センチぐらいあって、でこのレンズを大きくすることによって一度に見える範囲っていうのを広くしてます。なるほど。普通だと、まあ、このレンズの倍率で決まるんですけど、普通これと同じぐらいの倍率だと100ミクロンぐらいしか見えないんですけど、これは今5ミリ ×5 ミリっていう広い範囲を一度にこの青い部分を同時に撮影できる、そういう、なるほどなるほど、非常に視野が広いカメラっていうイメージですね。このここで撮ったここの映像っていうのは、はい、この上にこの光が集まってきて、ここにビームスプリッターっていってその光を分ける装置っていうかものが入ってるんですけど、そこで光がこう分けられて全部で6方向に分けられます。でそれぞれの方向にこのセンサーがついてるんですね。このセンサーが一つのユニットになっていて、ここに CMOS センサーが全部で12個ついてます。これですよね。これの、はいはいはい、これ 3×4 で12個ここについていて、それがこの全部で6方向に分かれてるんですよね。だから 12×6 で72個のセンサーが、これの6方向に分かれてる意味もあるんですか。あ、それはあります。例えばこれ12個のセンサーなんですけど、センサーをこう並べていくと、まあ、これセンサーとセンサーをこう隣に合わせたくっつけたとしても隙間が絶対できちゃうんですよね、はい、センサーの少し外側までパッケージがあるんで、はい、うん、その隙間があるとそこ読み取れないということになってしまうので、それを避けるためにこのわざとちょっと開けといて、まあ、言ってしまえばこの1個分ぐらい開けといて、うん、でそういう風に配置しといて、それを1個のこのセンサーユニットで読み取ると。でこの隙間が空いてる部分ができてしまうので、はい、それを別のセンサーユニットで読み取るっていう風にして、もう全部全方位、そうですね、はい、できる。同じ像をこう6方向に分けといて、それぞれ見てる部分をお互いが重なり合うように見ていくっていう、そういう方法です。最終的にはそれが一つになって出てくるってことですね。最終的には 5mm×5mm の範囲を一度に読み取れると、そういう仕組みになってます。なるほどな。読み取ったものっていうのはこういうところに出てくるんですか。あ、そうですね、これはその読み取るこの装置を制御するための、あ、これ制御な、そのコンソールで、ここでこういうプログラム の画面を、まあ、押しながら設定していって、はい、で条件決めたら読み取ると。読み取ったものっていうのは全部その奥ですね、画像がまず一旦その奥のパソコンに送られてあれすごいですね。そうですね。何台あるんですか。これは全部で、36台。36台、これ全部稼働してるんですか。これは動いてる時は全部同時に稼働してます。うわ、そこまで必要なんですかって言ったらあれですけど、やっぱ必要なんですね。36台。そうですね、これカメラのセンサーがさっき72個あったっていうふうに言ったんですけど、その2個のセンサーが、まあ、1つのパソコンの中に
データが送り込まれて、でその2つの画像を処理していくっていう、それがだから1個のパソコンで2個のセンサーを処理するので全部で72個あるんで、その半分36台必要になるっていう感じです。なるほどな、すごいな。設計とか組み立てはどうなんですか、ご自身ですか。これは僕じゃなくて、あの中野さんっていう方が別のやれてます。はい、今そこにやっちゃう。なるほど。そうか。ちなみに森島さんどういうこと、はい、ここではここですか。はい、僕は今この読み取り装置本体には関わってないんですけど、ね、原子核乾板の宇宙船イメージング用の乾板の開発とか、あとそこの読み出された時のデータですよね、そのデータを宇宙船 の、まあ、指摘を選び、情報を抽出して、それをイメージにしていくと。でそれとあとピラミッドだったらこう見えるだろうっていうシミュレーションとかして、まあ、いわゆる宇宙船イメージング の、 その手法というか方法の開発です。なるほどなるほど。ピラミッド一つの一連のデータを読み取るのにどれぐらいの時間がかかるんですか。はいはい、それはですね、大体さっき のこの1枚の大きさで、はい、まあ、1時間かからないぐらいです。フィルム1枚、フィルム1枚1時間はかからないですね。でそれをただ100枚とか200枚とか、大体1回のエジプトの実験で使うので、まあ、200枚だとしたら200時間ぐらい。あといろいろな、まあ、なんかやり直しとかいろいろ含めたりするとそれなりにかかりますね。まあ、それでようやくその解析できるデータが入るってことですね。はい、そうです。なるほどな。でもまずそれだとまだただデータが入っただけなんで、はい、そこからさっき の2枚重ねてるので、2枚重なった状態で通り抜けていくものを選ぶわけですよ、ね。はい、そういう処理を次やって、でその後さっきピラミッドの形だったらどういう風な宇宙船のイメージが見えるかとか、そういうシミュレーションとかやって比べたりして、だんだんいろいろ精度を上げていくっていう感じですね。なるほどな。なんか実際にそのミューオンのこういうのってなんかあったりするんですか。あ、見れるの。それはですね、今ちょっと見れないですね。あ、今それは見れない。また今度お楽しみみたいな。なるほどな、すごいな。はい、先ほどおっしゃられたシミュレーションされるって言われたじゃないですか。はい、例えばそこのシミュレーションの、まあ、センサーとかちょっと精度によって、うんうん、やっぱり出来上がりの近道とか精度が上がってくるとか。シミュレーションで、まあ、一つ変わりうるのは宇宙船を使ってるので、宇宙船っていろんな方向から来てるんですよね。うん、でそのいろんな方向来てそれぞれの方向でエネルギーとか違うんですよ。なのでそのどういう方向からどれぐらいのエネルギーの分布をしたものが来てるかっていうのが、まあ、いろんなモデルがあります。でそれ宇宙船 の、 そのフラックスのモデルなんですけど、うん、そういうモデルがまあいくつかある中で、まあ、どれが一番ピラミッドに合うのかみたいなのはいろいろ調べたりもして、で、まあ、このモデルが一番合うだろうっていうところで分析したりしてます。まあ、そういうところは多分ノウハウじゃないですけど、まあ、いろいろやっていく中で見えてきたこともあるので、なんか一般化できなさそうな技術ですね。いやでも一般化はできると思いますよ。それは逆にいろいろどんどん情報が溜まっていくと、このモデルが一番合うなっていうのは、まあ、ピラミッドだと見える。ピラミッドだともうこれどうぞみたいな。はい、でまあでももっといいモデルもあるかもしれないし、なのでそこのもっといいモデルっていうのも、まあ、自分たちで考えていこうっていうのはあります。ということは最初にこうピラミッドをスキャンされてからどんどん精度が上がっていくって感じ。あ、それはもうかなり上がっていってます。はい、もう知見がすごい溜まってそうですね。そうですね、フィルムそのものもまあそうなんですよね。フィルムを最初に使ってたフィルムと今ピラミッドに入れてるのはバージョン的に言ったら 5段階ぐらい変わってて、バージョン今一番新しいやつを使ってる。でさらにもうちょっといいのも、まあ、もう確認しつつあるので、それができればそっちに置き換えていくっていう感じで、さらにフィルムそのものも変わってますし、 あとシミュレーションもそうですね。シミュレーションデータの、細かさみたいなのも変わってる。で、まあ、今一番いい細かいのは多分河合さんが持ってるやつなんですけど、そういうところで3次元データ、はい、3次元データですね。はい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 、でそこら辺も僕ら今結構困るのはピラミッドの中のフィルムを置くんですけど、どこに置いてるんだっていうのが結構難しくって、中に置いてしまうとピラミッドの外と中の関係っていうのははっきりさせなきゃいけないんですけど、どこに置いてるか分からなくなるんですよね。で、まあ、例えば過去の図面とか見たりして見ると、実際の宇宙船で撮ったデータとその図面に書いてあるのを信じてやると違うんですよ。
あ、ずれたでしょ。それは何が間違ってるかっていうと、宇宙船が間違ってるんじゃなくて、多分図面が間違ってるんですよっていうことで、あのそう、図面とデータを比べて違う場合には、僕らはデータの方が正しいっていうふうに、まあ、思ってるし、まあ、確信してるので、うん、逆にそのモデルの中でその図面とは違う場所に検出器を動かしていくと一番いい場所が見つかったりするんですよ。だから宇宙船からそういう測量してるみたいなこともできていて、なるほどなるほど、すごいな。でいずれはだからその情報と河合さんのモデルとかと比べていったりできると、より詳細なモデルが、いいですね。まあ、特に前回発見されたね、あのものも含めて ねやると面白いですよね、はい、カフラーなんか特にそうですよね。あの上がこうなってるじゃないですか、はい、あの部分っていうのはなかなかわからないですよね。いやもうぜひ使ってもらいたい感じですね。うちのデータもね、はい、やりましょう。はい、すごいな。次いきます。これは何ですか？この辺なんか。あ、これはあのオイルですね。オイル、シンプルなんか3種類ぐらいあるんです。はい、これでも全部実は同じです。同じなんです。これ本当はあの、ね、ここのフィルムを乗せるこのアクリル板の上にあの乗せる、あのあれを垂らすんですよね。実はオイルを、はい、本当はここにフィルムが乗ります、はい、でその上にあのオイルをこう垂らします。でそうするとフィルムとこのレンズの間を空気じゃなくてオイルが満たすことができるんですね、はいはい、でオイルで満たすとその光がこの空気の層とフィルムの層とレンズの層を通るときに屈折して曲がっちゃうんですけど、本来こんな感じでその曲がるのを抑えてまっすぐ通るようにできる。なるほどなるほど。そうすることによってレンズの性能を引き出すっていう、そのためにオイルがあるんですね。なのでこれちょっとオイルで、あ、オイルなんですね。あ、なるほどなるほど、本当だ。ちょっとオイル、手がかなりこうオイルな感じで。いやすごいな。これが全部一枚一枚手作業で、あのフィルム作るところから現像して読み取るとき、こう、まあ、オイルつけたりしてっていうのを全部やってるので、かなりなその人手がかかるという。かかりますよね。うまい人うまくない人とかいるんですか？あ、やっぱりいますね。特にフィルム作るところとかは、はい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 、あの今手で作ってる、僕らは手で作ってるので、そのあたりは人のなんていうか器用さみたいなのが結構出たりします。すごいな。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ今度は森島さんの実際に今度はパソコンの中身をちょっと見てね、我々が見てもよく分かんないかもしれませんけど、こんなものが実際に最終版として出てきますっていうのを見せていただきたいと思います。はい、行きましょうか。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。よいよ。はい、エジプト考古学者の川江です。今私がいるのが角川武蔵野ミュージアムで7月1日から公開しているツタンカーメンの青春展にいます。すごいです。ここのところでは、世界に3セットしかない、と言われているそのレプリカと、そしてデジタルコンテンツをね、あの用いて、体験型でエジプトを、まあ、あの堪能できるという場所になっています。ぜひ皆さんこちらのところに来られてください。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん良質な古代エジプトの、コンテンツを上げていきたいと思いますので、引き続きいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。